機動戦士ガンダムシードデスティニーおまけクォーターズボリューム3オーブの夜にサイド N。 いらっしゃいませ。お一人様ですか？いえ、待ち合わせで。あ、アスラン、なんでこんなところに、しかも一人。ん？あちら様ですか？いえ、フラガって名前で予約が。お、あ、ちょうど来たとこか。予約しといたフラガだけど。あ、はい、受けたまわっております。三名様でご予約のフラガ様ですね。うん。え？お連れ様はすでにお見えですね。どうぞ。はいはい。あ、よう、お待たせ。お疲れさん。いえ。ほら、何やってんの。こっちこっち。シン、この人が一緒だなんて聞いてないっすよ。あ、だからこの人が一緒だなんて聞いてないっすよ。俺もだけどな。言ったらそうやって嫌な顔するでしょ、二人とも。なんだかんだ言ってこないだろうし。でもどういうことですか。俺は今後の情勢について少し個人的に話したいと大佐がおっしゃるから来たんですけど。俺もっすよ。だから話すんでしょうが、個人的に。個人的な君らの今後の情勢について。君らのことはね、ラミアス大佐もホーク少尉もキラヤマト巡将も心配してんだよ。アスハ代表なんか特別に予算までつけてくださった。え、はあ、俺たちを出しに飲み代せしめてきたんですか。こらこら、俺だってな、こうして深夜ルナマリアをザフト軍から預かって、せっかく新たな安全保障をどうのこうのやってるそばで、君らに妙な空気醸し出されてんのは鬱陶しいのよ。俺はそんなことしてませんよ。俺だって。だったら楽しく仲良く飲もうぜ。今日はブレイコーでな。いや、でもそれは。俺はさっき言った皆さんに今日の顛末を報告することにもなっている。やっぱ嫌がって二人とも綺麗に逃げましたっていうか。そしたら次はどうなるかな。皆さん乗り出してくるかな、忙しいのに。わかりましたよ。仕方ないみたいですね。ほら、お前も観念して座って、さっさと注文決めて。くそ。すみません。はーい。お伺いします。ハウメアビールジョッキで。じゃあスクランブル発進。俺オールウェポンズフリーで。ハウメアビールスクランブル発進、オールウェポンズフリーですね。うん。料理はなんか適当に 4,5 品持ってきてもらおうかな、とりあえず。はい、かしこまりました。あ、俺ナスダメです。あと貝とキノコ類、酸っぱいものも苦手で。は？なんだお前それは。先に言っといた方がいいじゃないですか。後で食えないもん食えって言われたって。らしいね。そんなんでよくアカデミーのサバイバル訓練切り抜けられたな。あんな真面目にやるやついないでしょ。みんな何かしらこっそり持ってくし、女の子なんか特に。女の子に食べ物もらうのか。だから俺らだって持ってくんですよ。はいはいはい、やめなさいよ、ったく。まだ飲んでも話してもいないうちから。あ、じゃあ、そういうことでよろしく。はい。ナスと貝とキノコ抜きで、お任せですね。あと、酸っぱいもの。はい。しかしまあ、なんで君たちそんなに仲悪いの？一体いつから？いや、別に。いつからって。撃墜されたからか？でも撃墜したろ。いえ、そういうことでは。キラさんにも落とされてましたもんね、セーバー。だからこういうことですよ、浦賀大佐。ああ、俺たちは仲が悪いんじゃなくて、仲良くはなれないってだけです。こいつがこういうやつだから。俺は
事実を言ったまでです。俺も事実を言ったまでだ。ねえ。はい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 。どう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 。お待たせしました。まあ飲んで落ち着いて。ほら、乾杯。あ、でも飲んでもスクランブル発進するなよ、アスラン。シンもオールウェポンズフリーじゃないからな、今は。攻撃はダメ。なんか面白がってません？いや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 、真剣ですよ、俺は。くー、うまい。はあ、けど、こういうやつだからって、なんすか？え？俺が、どうだからっつんすか？家っていうのか？はい。言っていいのか？ね、そんな言えないようなことなんすか？あんた、俺のことどう思ってるんすか？言う前から何怒ってんだよ。まだ何も言ってないじゃないか。なるほど。皆さんが心配するわけだね。だからこういうことなんですよ。最初からこうやって突っかかってきて、ずっと突っかかってる。俺の方こそ理由が聞きたいよ。ほうほう。いや、だって前はザフトレッドだったのに、会った時にはオーブの代表の護衛で、はぁと思ったら、今度はフェイスですよ。わけわかんないじゃないですか。それはお前には関係ないことだろ。上官となりゃ、関係ないってわけにはいかないっすよ。おまけに、いちいちうるさいし、殴るし。おや、殴った。殴られた。戦場で、上官だった俺の命令を聞かず、帰還してからも自分は間違ってないと主張して引かなかったからです。あらら、そらまた。ふぅ。いや、あの時は自分、確かにいろいろ分かってなくて、俺も悪かったとは思ってますけど。けど、なんだ？アスランも悪いってか？だったら言えよ。ほら、この際だ。俺のどこが悪いんだ？何がそんなに気に入らない？だから！はい、失礼します。おー、来た来た。鯛抜き海鮮サラダと、軟骨揚げ、串焼き三種です。あ、ビールおかわりね。はい、ただいま。はい、で、だから？だから、わけわかんない人のくせに、なんか偉そうで、上から目線っていうか。ほほう。年上で軍の長官なのに、じゃあどうしろって言うんだよ。シン君、あのさ、さっきの戦闘でさ、とでも言えって言うのか？やめてくださいよ、気持ち悪い。だろ？それは確かに気持ち悪いわ。キラならともかく。あ、うまいこれ。キラさんは、すごい人っすよ。大きいっつうか、あったかいっつうか、穏やかで優しくて。基本、何も考えてないからな。なんでそういうこと言うんです？悲願でんですか？妬んでんですか？だからなんでそうなるんだよ。俺はとにかく悪者か？いや、そういうわけじゃないっすけど。失礼します。ビールと小魚のフリット、ふわふわオムレツです。はいはーい。ほら、小魚食え小魚、カルシウム。って怒ってんのはどっちだ？俺じゃないですよ。俺だって別に。飲み物は？おかわりでいいのか？二人とも。はい。はい。少々お待ちください。まあ、要するにこうか。シンはアスランの口の聞き方から存在まで全てが気に食わないと。いや、それはちょっと。じゃあアスランはどうなんだ？シンのどこが気に食わない？あら、うまいね、これも。気に食わないとか。こういうことじゃないですけど。この際ですから言わせてもらえれば、いい加減困るのは、自分に都合のいい人間の話しか聞かないところとか、立場も状況も無視して自分の思い込みだけで勝手に暴走するところとか、間違っても非を認めないどころか、指摘すると逆切れするところとか。おお、すごいね、そりゃ。認められれば調子に乗って天狗になるし、落ち込めば八つ当たりするし。おやおや。最初はそれでも経験やら境遇やらで仕方ないかとも思ってたんですよ。失礼します。
あ、空いたグラスお下げします。あ、すみません。けどいくら言ってもわからないどころか、逆らって逃げて増長してどんどん無茶苦茶になるし。あらあら、パイロットとしての力量はある分なお厄介で、そういうところも全部ひっくるめて強さになってるんだろうとは思いますけど、それじゃあ身勝手なただの暴れん坊ですからね。どうしようもありません。なるほどなるほど。けどすごいよく分かってんじゃないの、アスランはお前のこと。え？シンの言うこともまあ分からなくはないしな。え？また一緒にやりゃいいじゃないの、二人で。アスランは多分俺なんかよりよっぽど面倒見いいぞ、シン。シンも飽きないだろ、毎日退屈しないっていうかさ。いや、それは俺の方で断りますよ。俺だって、こいつはどう考えたってイザークかイザーク族です。石は無理なんですよ。え、うん、なんだそりゃ。だから要するに仲が悪いわけではないけれど、仲良くはなれないって種類のやつですよ。よくいるでしょ。そうか。俺に聞かないでくださいよ。仲が悪いわけではないけれど仲良くはなれない。謎謎みたいだな。ともかく俺とシンはあまり近いところにはいない方がいいんですよ。その方がお互いいちいちイライラしたり疲れたりしないで済むし、それが俺たちの今後の情勢ってことです。あら、綺麗にまとめたね。ラミアス大佐だ。ん？状況報告せよかな、こりゃ。はい、フラガ。はいはい、大丈夫ですよ。それも順調に楽しく穏やかに有意義な話をしてますよ。そらまあ嘘だけど。あ？いや、そんなことないって。いらっしゃいませ。こちらのお席にどうぞ。はあ、たっく、何なんだ一体。はい、ただいま注文をお伺いいたします。本当にそんな、うん、気にしてんのかな、みんな。さあ、今日のこれって、ん？やっぱなんか参考にされたりするんすかね。されたら嫌なのか。いや、別にいいっすけど。嘘やごまかしはなるべくない方がいいだろ、自分にも他人にも。あの、俺、え？本当はあん、じゃなくて、あなたには一度ちゃんとお礼言わなくちゃとは思ってたんです。え？月での最後の戦闘の時、止めてくれてありがとうございました。はあ？って言おうとは思ってたんですよ、ずっと。でも顔見ちゃうとなんかどうしてもダメで。だから、ちょっと待て。いや、ちょっと待てな。ダメだ、酔ってるのかとか熱でもあるのかとか、そんな言葉しか出てこない。はぁ、何言ってんすかあんた。待て、わかった、わかったからやめよう。全然礼を言われた気分じゃないが、とにかくわかったから。ありがとうございました。まあ、キラのところへ行くんなら頑張れよ。だが気をつけろ、あいつはああ見えて結構容赦ないやつだからな。え？大体はかなりいい加減だが、
頑固なところは徹底して頑固だから。下手をすると、容赦なく切り捨てられるぞ。セイバーみたいにってことすか？そうだ。本当に基本何も考えてないから驚くなよ。めんどくさいことは嫌いだし、嫌いなことは全くやろうとしないし。はぁ、あ。完全に自分が困らない限り動こうともしないからな。はぁ、あ。なんだかついに準将なんてことになってるみたいだが、正式な軍事訓練を受けたことはないし、おそらく今後も受ける気は全くないだろうから。射撃も体術も戦術もからっきしだし、本当にモビルスーツ戦でしか役に立たないからな。覚えておけよ。はい。ラクスを困らせたり泣かせたり、それこそ害をなそうとする者なんかがいたりしたら、キラは完全に怒るからな。そうなったらもう手に負えないから覚悟しろよ。はい。でも、ラクス様って、前はあんたの婚約者だったんですよね。ああ、でも今はメイリ。あれ？アサー代表は、あれ？ともかく、そういうやつだってことは覚えとけ。あんまり勝手に、すごいだとか大きいだとか、変な勘違いはするんじゃない！さすが、子供の頃からの知り合いっつうか、よくわかってんすね。まあ、そりゃまあ。なのに、2回も落とされたんすか？なんで？俺は、1回は勝ってますけどね。あんた、一回も勝ったこともないんでしょ？何？それでよく、そんないろいろ言えますね。なんか間違ってんじゃないすか？あんたの言ってることって、ほんと正しいんすか？なんだと？え、そうなの？ああ、そういう問題もあるか。ああ。うん。いやー、でもなん？お、ちょっと待って、ごめん。おい、なんだよ、どうした？大気圏突入！限界時間です！え？だから嫌なんですよ。もう本当に、なんで二人にしちゃうんですか？俺はもう知りませんからね。は？あ、え、あ、いや、大丈夫だよ、なんでもない。こっちは大丈夫だって。お互い言いたいことを言えたみたいだし、いろいろ分かって。あ、でも俺もそろそろ戻るからね。え、あ、うん、結果はまた後で。はい。おいしい、アスラン。あのお客様、お会計でよろしいですか？え、ああ、くそ、ったくもう本当に腹の立つ。え、